信号がベッドなんだ。どこからどこに進むかというのを選んで、でそれに基づいて、車椅子の負担を計測した値からこういうふうな経路が出ます。探索の段階では分からなかったような、障害が発生したりとか負担が起きると、筋力の使用量に基づいて決めています。なので必ずしも、最短で行ける経路ではないんですけども、回り道をしても楽に動ける経路というのが選択されています。これが形になって、アプリになって、ちゃんと街中で動く人たちが、車椅子の人たちが、なんだろう、ちゃんと使えるツールになってくれればいいなと思います。はい。